白谷階段、白谷の世界へようこそおいでをいただきました。怪異な世界の水先案内階段誌の白谷でございます。今宵お聞きいただきますのは、土地にまつわるこんなお話。 触らぬ神にたたりなしということが昔から言われます。この場所はちょっと気になるななんだか向こうには行きたくないなというような気がするときは、その感覚に従うのが正解なのかもしれません。以前も体験を寄せてくれたことのある坂本さんという女性のまた別のエピソードでございます。今からおよそ二十年ほど前、 もともと特にその霊能の方面で修行を積んでこられた方ではありませんでしたけれど生まれつき大変力の強い方でお仕事をしていたそのお付き合いで知り合ったある霊能者の先生に「あなたそちらの方面の力が強いね」と見出されてからというのは普段の暮らしに加えてそちら方面の つまり霊能関係のお仕事というのが時々あったんだそうですが8月のこ,とでありますこの坂本さんの力を見いだした霊能者の先生から電話が入りましてね「もしもし」と出ますと「ちょっと急なお願いだからね申し訳ないんだけど」 明日の10時って時間あるかしらと何の相談だろうと思いましたがいや相談どころじゃないもう早速現場に向かいたいんだとこういう話で今度どういったと聞きますと東京とか山梨県と埼玉県の県境付近にあります西多摩の方面とだけ申し上げておきましょう。 ある財団さんが買い取りの予定の大きな土地があります。長いこと更地になっておりまして荒れ放題ではありますがここを整地いたしましてまあ住宅であるとか建物を建設したいとそんなことになって業者を入れたそうですがその 工事に関わった人たちの間で怪我人が出る、不幸が続く。果ては今度ね人も亡くなってるの。え、そうなんですか。ちょっと偶然とは思えないようなたて続き。まあ以前もお話ししたかもわかりませんが。 あまりそうしたことが相次ぎますとあそこは土地が良くないであるとか妙なものがさまよっているんじゃないかとこういった話になります。ですから業者が手をつけることができないそうするといつまでも土地の開発に至りませんから一っそこをまあ霊視といいましょうか。 見聞してもらえないだろうかという依頼だというあのねおそらくそうだと思うのよでもちょっと厄介な感じがしててねほら以前もほら一緒に行ったあのお札書いてくれる先生にもお願いしてあって「坂本さんなんとか都合してもらえないかしら」「霊能者の先生はこれは大掛かりになるぞと」と もうすでにピンとくるものがあったでしょう。坂本さんというのは霊媒の体質と言いましょうか。何か、その場所であるとか、建物であるとか、そういうところにしがみついているものの感覚のようなものを受け取ることができる。霊能者の方というのは、 それぞれにお得意な方面であるとか力の強弱というのがあるそうですから、これはぜひぜひ一緒に来てほしいのだと。ただ来るにあたっては、前にお伝えをした三点結界という、まあそういったものをきちんと準備して来てほしい。ひょっとすると取り込まれてしまうかもしれないからという。 まあ幸い次の日は予定が都合できましたのでわかりましたでは私もご一緒させていただきますと坂本さんは次の日霊能者の先生とお札を書く先生ともう一人霊感は全くないという坂本さんのご友人の女性と4人で車に乗って場所をめがけられたその ご友人というのはなぜいやー、私ね、ちょっと話しちゃったんですよ。なんだか変な場所があるらしくて、私そこに今度行かなきゃいけないんだって。そしたらその子がね、何それゴーストバスターズみたいだね。え、なんかそこで除霊とかすんのあ、うーん、そうね。え、見たい見たい。一緒に行っていいえ、いや、一緒に行って。 だってあんた何もわかんないと思うけどえ何もしない邪魔しないから一緒に行くだけなんか見てみたいまあ困ったなと思いつついやこんなことになってしまってと相談するといや特に邪魔をするというんじゃなければご一緒される分にはと許可が下りたんで仕方なくというそんな結果だったそうです。 焼けつくような炎天下。四人は車に乗ってしばらく走っていきますとやがて目的の場所にたどり着いた。バタン。車を降りるとすぐに坂本さんほか霊能者の先生たちは異様な空気に気づいている。そもそも見えている景色というのがおかしい。 真夏というのにどこまでも広がる広大な土地黄色と黒のフェンスでずっと立ち入り禁止の囲いがしてある向こう側だけ腰丈までありそうな伸びきった枯れ草がどこまでも黄色と茶色のコントラストを描いている 季節を考えれば、緑は青々としているべきところ。何もない。え、ここそう。あ、そうなんだ。何もないじゃん。霊感のないご友人はきょとんとしております。そうした感がなければ、 見えているのはただ広い、枯れ草に覆われた草原とそればかり、天気も決して悪くない。けれども坂本さんも他二人の先生たちも、肩がずんと重くなるような、その広い場所でありながらも、どこまでも空気がよどんで停滞しているような、 ある時から切り取られたようにして時が止まっているようなそんな場所に感じられたあ坂本さんどうしたの家が見えます家 フェンスの向こう側でした。大きな平屋が見えたそれは現実にそこにあるものではありませんがそれと気づいて目を凝らせばいよいよはっきりと外観が見えてくるそうかここはかつて誰か大金持ちが所有していた土地なのだとわかる その敷地に全く遜色のないそれはそれは大きな建物でしたところがその建物をじっと見ておりますとやがて建物は 大きくなっったたたりりり小さくなったりを繰り返し始めたなんだろうあれえ家そのものが生きているかのように大きくなったり小さくなったり動いているその様子を見ているうちに坂本さんがはたと気づいたこれは大きくなったり小さくなったりしているのじゃない。 その寸法を変えながら、次第に奥から、手前に近づいてきている。あ、こっち来てます。来てます。家が近づいてきてる。はい、近づいてきてます。どうしよう。え、何家が近づいてきてるのね、いえ、家が歩いてきてるってことちょっと黙って。うるさい。 ごめんついにその大きな建物はすぐ近くにまでそこまで来ると今度は外壁がスーッと消え家の中の様子が見えてくる自分から向かって左手の大きな広間にはポツンと 布団が一組敷いてあって頬のこけた年齢がいくつぐらいになるのか釈然としない男性が一人寝ております。おそらくその男性というのがこの家の主人なのだとわかる。と勝手口そばの小さな部屋には座卓があった。 でその座宅を囲むようにして20代以上とおぼしき男女8人が神妙な面持ちで膝を突き合わせております。ああななるほどあの8人は親族だなすると薬方腫を取り出してそこにはおそらくその家の主人が飲むであろう薬が包まれているんでしょう。 そばには吸いみが用意されている。なるほど。ここの家のご主人、病気なんだな。あの八人で面倒見てんのかしら。ん見えている景色が、ふっとちらついたかと思うと、今、薬のあったところには、 薬の代わりに緑色の薬瓶が見える何だろうあれ直感で嫌な気がした坂本さんあすいませんあのあそこにご親族だと思うんですけど8人ぐらいいて今のここのお宅のご主人おそらく病気で寝てるんですけど その方に飲ませるお薬が置いてあったはずなんだけど、だけどどうしたの今見えてるのがお薬の代わりに、いや何かの薬の瓶だと思うんですけど、緑色で形がこんなんでと、どうも私はあれが普通の薬だと思えないと言いながら、見えているままに事細かその瓶の形状や色について話をしていたところ、 お札を書く先生が、急に険しい顔つきになって、坂本さん。はい。それ殺素剤だ。え<っ>ネズミを殺す薬ですよ。それが見えてるんですかはい。はあ。そうか。 あの八人は主人に飲ませる薬に殺素剤を混ぜてだとすればと思った時パッと目の前の場面が変わったいつの間にか家の中はがらんどうとしておりましてあの広い広間に主人の姿はない 別の部屋には先ほどまで見えていた8人が集まっていて大金を数えている全身に細かな震えが起こった <laughs>。 殺されたあの人たちここのおうちのご主人を坂本さんがそれと気づいた時。 何か来てる <laughs> 先ほど布団に寝ていた頬のこけたこの家の主人とおぼしき男性はいつの間にか家の外にいて寝巻き姿のまま。 その枯れ草の敷地を、ザック、ザック、ザック、ザ,ック,ザ,ック,ザックとはいずってくる。 いいずっているその男性ははっきりと坂本さんのことを見つめまばたきもせずにずるりずるりとはいずってくるこの時それまでに感じたことのないような冷たいというか重苦しいというかもっと端的に申し上げれば ただ一言危ないとそう感じた一刻も早くあの視線から逃れなければならないいやこの場所から危ないです気づかれてますこの土地にしがみついているのはあのお屋敷のご主人です 自分の命を奪ったということももうこの人は知っているんです。親族に対する恨みなのか、それとも、この土地を人に奪われてとなるものかという、その怨念なのかわかりませんが、ここ関わっちゃいけないと思いますと、坂本さんは必死に訴えましたが、 声も出なければ体も動かなかったザクッザクッザクッああいけない取り込まれると思った時異変を察知した先生が「えいっ!」と一つ虚空を切りますとふっ と今見えていたものがすべて見えなくなった。途端坂本さんもふわっと体に力が戻はぁはね、はぁはす。ちょっと危ないです。そうね、はかった。もうすぐ離れた方がいい感じだよね。そうね、うん、ぁかったぁかった。 ごめんねありがとう戻りましょうそうですね坂本さん大丈夫ですかじゃあ車で早々にその場を後にしたそうです結局その土地については報告をだけ入れて除霊条,条例については自分たちでは請け負いきれないというそうした伝達のもとことが済んだそうです まあ、霊能者さんたちと言いますと、我々からしてみると、目に見えない、そうした存在に対して、すべて万能に対処してくれるんじゃなかろうかと思いますが、決してそんなこともございません。自分たちに請け負いきれないものを下手に請け負ってしまいますと、自分たちの命は愚か、関わる人たちやご家族、 そうしたところにまで影響の及ぶことがあることをよくご存知です、まあ、たった一人の思いだったのかそれとも代々伝わってきてる何かだったのかそれにしても恐ろしいですよねおそらく そこのうちのご主人を殺したご親族の方たちは気づかれないまま普通に暮らしてたんだと思うんですね真相はその八人の間でしかわからないでも亡くなった後なのかそれとも床に伏せててる間なのかそこのうちのご主人は すべて知ったんですよね。親族に対する恨みだったのか土地に対する執着だったのか本当に身も凍るっていうか幽霊お化けも恐ろしいんですけど そもそもを辿っていった時人間ってこんなところあるんだよなって触らぬ髪にたたりなしなんだか妙だなこっから先は嫌だなと思った時そこには 人知れずとどまっている強烈な燃料が残っているのかもしれません。わっえ今宵も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いを申し上げます。元りつゆでジメジメしておりますけれども、7月も半ば、お盆ということでいよいよ 夏だなという感じがしております白谷おかげさまで7月8月あちこちにお邪魔して生の講演会をさせていただく予定でおりますのでぜひツイッターとかインスタグラムとか、えー、あと公式のホームページの方もですねちょっとずつ更新をさせていただいておりますぜひ情報をチェックしていただいて近くに白谷来る時にはですね、えー、ぜひぜひ足をお運びいただけると幸いに存じます あと YouTube のチャンネルこちらの、まあ、自分のチャンネルの他にもですねなんかちょこちょこお邪魔させていただいておりますあの一つには、えー、デイトナイン,インターナショナルさんというアパレルの会社さんのチャンネルに城谷オカルト部の特別顧問ということでお邪魔していたりとかあとはあー今度あの 日本自動車連盟さんですね。JAF さんですね。えー、の公式のチャンネルにお邪魔したりとか、まあの、コラボの他にも、なんかそんな風にあちこちのチャンネルにお邪魔したりしております。ぜひぜひ、白谷見つけていただいて、お楽しみいただけると幸いに存じます。それではまた次週、元気にお目にかかりましょう。まったねー